おはようございます。2月5日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。今ねちょっと雨が降ってるんですけどね、今日はちょっと雨がしばらく続きそうな予報が出てますんで、今日のこの水揚げはちょっとありがたいですね。まあ、日曜明けっていうのもあるんですけどね、助かりますね。はい、とりあえず結構ありそうなんで見ていきましょう。予報じゃね、風がかなり出そうな感じなんで、あんまり今日は出れないかなっていうふうには思ってます。はい、カニコーナーですが、まあ少しはありますが、そんなにたくさんじゃないですね。やっぱなんかね、取れないらしいですよ、渡りもね。いいね、これ。はい、今日もちょっと少なめです。ちょっと少なめかな今日は。はい、買い付けようですが、そうですね、まあまあ出荷予定にはなってますが、そんなに美味しそうな感じじゃないですね。もね、少しは出てますが、まあ大体タイかヒラメかっていう感じなんでしょうけど、結構いい方のタイですね。これでかいね。これ4キロぐらいかな。まあほとんどがね、まだ出荷前なんでね。はい、またあと見に来てみましょう。ヒラメが少しありますけど、小さいね。はい、またあと見に行きましょう。はい、競り場ですが、今のとここんな感じですね。5、6分目って言ったとこですかね。まあ小物はね一通りありそうなんで、明日がね多分少ないかなっていうふうに思ってますんで、今日のうちにね揃えておくのがいいでしょう。はい、チヌ、まあ2月入りましたんでね、チヌももちろん良くなってくると思うんですが、まあ今ねそんなに数がないから結構チヌもねいい値段してますね。はい、メダカガレイが少しありますが、これでかいね。まあ数はね少ないですね、やっぱね、まだね。小ぶりのカサゴも結構上がってますが、やっぱサイズがねこのぐらいあるといいんですけどね、小さい方がやっぱ多いですかね。はい、混ざりでメバルも少し入ってますね。はい、かわいいウマヅラが
とサイズがね小さいんですよね。はい、こちらにはこれはヘダイですね。ヘダイの小さいやつ。ギロモンでホウボウがいますね。ホウボウもね取れないことはないんですけど、数はねもうめちゃくちゃ少ないですよね。どっちかというと自分のじゃあ珍しいことになるんじゃないですか。はい、ここでは少し。はい、こちらはカワハギですね。かわいいね、サイズ。今はね、よう入ってそうなんですけど、まあもうちょっと大きくないとなかなか刺身取れないですよね。もちろん煮付けとかでも美味しいんですけどね、肝と一緒に炊いてね。今日は数が少なめですね。はい、まだ出荷前のとこもありますしね、出荷が続いてますんで、まあもう少し増えてくると思います。どうでしょうか。はい、送りの荷ですが、月曜日入選もあったみたいで、今日まあまあぼちぼちありそうですね。どうでしょう。はい、下関便ですね。お金メダル、これどこの金目なん？これは神奈川。神奈川。綺麗ですね。はい、今日は一番エビも入ってますね。久しぶりに大きめの巻き立ちが、おいいね。腹の身も硬いですね。厚みがあります。それは脂あるでしょう。でかい。指5本ぐらい、それ以上あるかな。結構太いですね。はい、入荷してます。かわいいまだらがありますね。これはかわいいね。このぐらいだったらね、おろしてフライ魚でもいいんですけどね。ちっこい。はい、こちらマナガツオですね。小
サメの。でもね、結構いい値段するんですよね、こいつね。はい、こちらはメッキですね。カイワリ。煮付け塩焼き唐揚げですかね。これいいね、このぐらい大きさがあるといいですね。はい、こちらは焼いとガツオです。スマですね。スマガツオ。まあ小ぶりですけどね。まあ、このカツオはね、身がしっかりしてるんでね、扱いやすいっていうかね、いいですよね。からはこの山も小さめなんですけどね。まあどんどん今出荷されてます。あ、おはようございます。はい、結構増えてきてますね。流して見ていきましょうか。小物結構小物ありそうですけどね、明日は多分少ないですね。今日のうちかな。これはすごい残りましたね。めっちゃくちゃでかいね。ホラガイみたい。思った。何キロあるんですかね。なんか比べもないですかね。これ白ミルと比べたら、白ミルがこの中に何個か入りそうなぐらいの大きさですけど、ね、あ、でかい。すごい立派な。初めて見たな、こんなでっかいの。大きい。すごい。結構大きい牡蠣ですよね。この牡蠣はね、こうやってなんていうんですか、密集してね、こうやって何個かようひっついてからね育っていくみたいなんですけど、これは3つぐらいが一塊になってますね。これはでかいね。岩牡蠣クラスです、大きさが。貝柱が大きくてね、美味しいんですけど、生じゃちょっと怖いですね。おはようございます。ボラはね、今水揚げ自体少ないですね。取れる時には結構上がるんですけど、
これは大きなカワハギですね。ビッグ。お腹パンパン。このぐらい大きさがあるといいんですけどね。コントが 4,5 枚入ってただけでもうかなりの値がつくでしょうね。これはでかいよ。まあ、30センチまではないけど、ほぼこれはオスですね。カワハギはね、このピローンって背びれ出てるやつ、これがオスです。これがないやつがね、メスですね。これいいね、でかい。なかなかお目にかからないですけどね。はい、小物も結構あります。エゴチ、これも結構需要があるんでね、いいサイズがあれば欲しいんですが、メゴチもね、これ分かりますかね、この腹側のこのヒレ、白いのと黒いのと、こっち側の黒いやつがおそらくって言ってやけんこれ多分オスだと思います。こっちがメスじゃないかな、色が違うんですよね。はい、アリも増えてきませんね、やっぱこれ以上ね。これでかいな。おお、重たこれで700-800、立派なですね。食べたいなはい、一番手前に戻ってきましたけど、おお、大きなマナガツオ、でかいね、これ立派な、約50センチ、いいマナガツオ。はい、担ぎを戻ってきましたが、そうですね、もうパッと見やっぱヒラメですかね。ヒラメがポチポチありますね。あ、これいいね、このヒラメは高そうね。今日はね、ストックがないんで、気を潰すやつと、これでかいね、できれば止めとくやつと何枚か欲しいんですけどね。はい、こちらはタイとスズキ。タイはでも全体的に少なめかな、パッと見あんまり数がないような感じがしますね。綺麗だね。はい、こちらにもいましたね、でっかいね、これすんごい。これもね、先ほどのと勝負ですね、かなりでかいです。30センチ近いですね。でかっ。はい、こっち側にはホシガレイが。やっぱでもね、結構大きさはあるんですけど、薄いですよね。まだね、カレーもうちょっと先かな。はい、ひっくり返ってるやつ、大きなクロソイですね、でっかうわ、クロソイをね、ちらほら見かけるようになってきましたけどね、まだね、あの痩せてたり、まあ中にはね、よう超えてるやつもあるんですけどね。はい、ぼちぼち見るようになってきました。はい、その他もやっぱりヒラメですね。ヒラメがほぼほぼかな、ヒラメばっかりって感じになしますけどね。いいですね、小さめですけど、よう超えてます。はい、こちらもヒラメ。はい、こんな感じですね。
はい、って感じで、ほぼほぼ出てきましたかね。6分目、7分目ってたところですか。結構小物は並んでますね。よしよし、タラシラですね。入っちゃうね。あ、これタラシラ5キロもらっておきましょう。うーん、デカマサ。どんなみっちゃん、油あるまだある。はい、こちら天狗台ですね。ひょっとこ。ラーメン面白いな。目引き台、糸引き台、糸引き味。はい、競り始まります。はい、じゃあね、頑張って写真も狙ってみたいと思います。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1万2、1万3千、1万5千、1万6千、7千、1万8千、1万9千。カズオちゃん、売れたか応援してますってメッセージが入ってたよ。売れた。売れました。いやいや、巻き寿司やろ。売れた。よく売れた。まあ、開口やったの。そういや、時間がないんやん。時間よ、母ちゃんに頼めや。いや付き合えないの。今度ね、今度来てね。はい、時間まで何分持ち歩けやん。ああ、じゃあ。あいちごかいの305、あいちごかいの305、あいこ、あいこ、あいこで足やか、あだんこれ4号、あ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 4000円で44万4000円は40の4番、あいこでカニ北海道、あんこれ
中日本海トマンコレ2号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 で はい、萩民です。まあぼちぼちって感じですかね。マフグちゃん今割とコンスタントにマフグが上がってますね。いいんじゃないでしょうか。はい、こちらブリですね。9キロ台か。これは全部生き締めですから次でしょうかね。どうなんでしょう。いいね、豆味ですね。かわいい。はい、いいかいいか。はい、まあぼちぼちね、まあ連長多いんですけど、まあどうしてもね今連長祭りなんでね、準備しとかないといけないんで多めに買ってますけど、はい、集まってきましたね荷物小物から。はい、あ、大きなね西買いましたよ。俺ほんとでかいですよ。多分これ大谷さんがサムネとか言うてあるん。そうなん。この活魚ですが、じゃーん。はい、今日はね中ぐらいのヒラメが3枚これでね明日のストック分もできました。はい、スズキが1本とあとは中ぐらいの3キロちょっとくらいですかね。このタイがね1枚。はい、こんな感じでゲットできました。よかったです。持って帰って生かしておきましょう。それでは戻って頑張りたいと思います。はい、今日ねちょっとやるぞのとこがね取れてなかったんですよね。畜生もう出てしまいましたんでね、戻ろうかとも思ったんですけど、まあしょうがないです。取れてませんでした。押せてなかったですねボタンが、残念。はい、ってことなんですけど、まあ月曜日の水揚げですけど、まあ結構ありましたね。今日がねこうやって雨が降って風が出るみたいなんでね、出られそうもないなっていう風に漁師さんもね言ってましたんで、まあ助かりましたね今日はね、うん、かなりねうちも小物をかき集めることができました。はい、ということで、まあこれでね、まあ明日どうですかね、明後日水曜日がねまた、中休みになるんで、水曜までは少ないかなっていうふうには予想しております。まあその分考えてね今日はちょっと多い目に入れたんですが、あーなかなかねよくしけますよね本当。はい、ということなんですけど、まあとりあえず今日もねしっかり買いましたんでね、
あ、お店の方はこれでバッチリ作っていけると思います。はい、それと先週のね、節分ですけど、本当たくさんのお客さんね、ご来店いただきましてありがとうございました。必死でね、従業員作ってね、全てね完売できましたんで、まあこれでね、やった甲斐があったっていう感じじゃないでしょうか。はい、本当にねありがとうございます。はい、ということなんでね、まあ、次の行事またね何かあればしっかり頑張っていきたいと思います。はい、ということで、まあとりあえずはね、しばらく魚の行事ごとってないのかな、どうなんでしょう。ひな祭りとかあるけど、ひな祭りってねあまり、そうなんですよね、最近じゃちょっとひな寿司とかね、なんかそういったのもやってるところもあるみたいですけどね、どうなんでしょうね、そんなに世間一般的にはまだまだって感じですけど、はい、まあ魚にねまつわる行事ごとっていうのはね頑張って参加していきたいと思います。はい、ということで、とりあえずは月曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネルとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いやー、よく噛むね最近。よし、頑張ろう。はい、お店到着です。小雨と風が強いですね。今日はコチが吹くってことなんで、ちょっと漁師さんは出られないっていうふうに言ってましたけどね、やれやれですね。まあ今日はねしっかり買いましたんで、これで今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、ということなんで、まあさすがに今日は巻き寿司は売れないでしょうねどうでしょう、はい、はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。よっしゃ、こんにちは。今日はね、朝からずっと雨降ってるよ。そうだね。もうすごい疲れたね。やっぱみんなもやっぱお疲れちゃんやったみたい。もっちゃんもね、お疲れ様。おかき食べた。うん。今日はね、食べるもんなかったっけね。裏にあったね、おかきをね、食べた。あとね、ピノ。アイスクリームもあったからアイスクリームも食べた。思い出した。そうそう。そんな感じ。コメントもね、いっぱい入ってたね。見た？見てない？今日はね、ちょっとまだバッタンバッタンしててね、ちょっとゆっくりできないので、今日はね、これでおいとましようと思う、おっちゃん。いいかしら。ではね。週明けはやっぱり忙しくてごめんなさいね。引き続きね、レジとね、お惣菜募集してますので、鮮魚部もね、もしよかったらお電話ください。もう忙しくってさ、人手がさ足りないんだよね、正直ね。というわけで本日もお疲れ様でした。こんな形でありますけどね、失礼いたします。今から寝る方はね、おやすみなさい。仕事ね、今から行くよって方はね、行ってらっしゃい。ではまた明日お目にかかりましょう。お疲れ様でした。今週も頑張りましょうね。